地上最強の生物みたいになってるから。宿題やってきた？そんなわけ。ジュン君は休み時間。普通のに僕にとっては最も苦痛の時間である。先。さてまずはカイドウか。休み時間は僕の周りに面倒なやつがたくさんやってくるのだ。先。今度は。Grocery store to buy some things. I really want to get some ramen and stuff like that, so let's go.
obsessed with time. No clue what's at stake. In the final round of a lifelong game, so I step out of bounds as I want things to change. アメージング。頭を強く打ったんだな。どれ見せてみろ。いや打ってないよ。知らないのか。アメージング今超流行ってるじゃないか。知らん。興味もない。ほら行くぞ。アメージング。な、会社行けよ。ほらこれだよ。 CM とかテレビで大人気のマジシャンだよ。こいつら超能力とイケさんじゃないか。知らないなんてマジびっくりだ。あーちゃん、アメージング。使いこなせてた。すると一気に大人気になりました。師匠のような一流マジシャンにはなれませんでしたが、 僕らはこれで満足しています。失敗して笑いを取ること、それはマジシャンの夢から逃げたとも取れるのだ。二人はそのことが引っかかっているのだろうが。